はい、作曲家の丸谷学です。こんにちは。ミュージックジェネレーターズスタジオバンプということで、このチャンネルはですね、作家が別の同業者の作家の作業部屋にお邪魔して、まあ、菓子折り片手にお邪魔して突撃訪問していこうというナイスな企画となっております。で、今日第1回目はですね、僕の所属しておりますソニーミュージックファブリッシングの先輩プロデューサーウルさんのスタジオの前に来ております。じゃあ菓子折り片手に行ってみよう。じゃあ押してみます。はい。あ、丸谷です。どうぞ。お邪魔します。ちょっと行ってみたいと思います。わ、めっちゃ CD ある。あれ、なんでしょうこれは。 JYP とか。 あら、すごいですね。さすが歴史を感じますね。お邪魔します。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。青いっすねなんせブルーベルベットカーテンで、ね、ですよね。カーテンで全部調音したスタジオで。へえまずですね、この広さが羨ましい。どうですかこれ何畳なんですか全部で30ちょっと。あのブースト、30あるんですか。ブースとかあのその階段のスペースとか入れたら30ちょっとあるみたいだけど、はい、すごいな。ちょっと早速ちょっと心臓部の方に潜入してみたいんですけど、はい、ウルさんってもともとはそのミュージシャンとしてはベーシスト。そう、バンドの時はベースとかボーカルもちょっとやった。ボーカルも、うん、そういうあのパーカスとか、まあ、ベースがいけるからギターもいけるみたいなことですか。そう、どんな楽器いけるんですか。まあ、でもやっぱりちゃんとやってたのはベース。ちゃんとやってたのはベース。ジャズ系のですっけ。ジャズも習ってたけど、ウッドベースで習ってたけど、ちょっとやっぱりジャズじゃ生活が大変そうだなっていう先輩を見ちゃったんで。見ちゃって、だからそこからサックスもやったんだけど、はい、サックスってサンプラー買った。よそのちゃんとしたスタジオ行ってもそうですけど、ここにあのであのマシンがあって、で一段後ろにこうアーティストさんとかディレクターが、うん、とかで、もう一段後ろにソファーがあってっていう、うん、このスタイルがちゃんとできてることが、あ、まあね、でもやっぱすごいですよね。そういう形はキープしないとなみたいな。こう段を追って自分も作ってる時は作ってくつろいでみたいなことが。そうそうそう、後ろで聞いたり、うん、すごいですね。いや、まずね、スピーカー、これフォステックスのNF、 そうなんだっけ、 NF なんとかこれはもうだから、これこそ20年、ね、あのその当時一緒にやってた、よくやってたエンジニアさんのスタジオがあって、うん、その人と同じのにした。うーん、で音のやり取りとかも同じスピーカーで聞けば、その人がもともと NF、 あの NF いくつだ、ポステックス使ってたんで同じのに揃えて、うーん、もうでもだからもう中を交換したりしながらずっと使ってる。やっぱ慣れてる。そう、あの逆に怖い、うん、あのもう変えたいんだけど、変えてみたいんだけど、気持ち分かります。でも怖いね、変えて慣れるまでどれだけ。自分はもう変えまく、変えに変えまくっちゃって、もう後悔しないようなやつを買ったんですけどやっぱ分かります、な、結局慣れてない。そう怖いだからしばらく慣れない間にやる仕事が怖い。うん、まあ信用してね、まあ信用、そのスピーカーを信用できるっていうことが大事なんですね。そう、まあ聞き慣れてるのがいいんじゃない。で、系統で言うと何系統あるんですか。この BOSE の、うん、BOSE のやつと3系統、もう今繋いでるのは3系統で、これは繋ぎ替えて。なるほど3系統がこの右手にあるあのミキサー、なんかこれね、そのアナログミキサー、昔これもヴィンテージで。これどこなんですか。あ、アレン、そう、アレンドヒースのレコーディング用のやつ、ライブ用で、ここに全部まとまって、そうそうそう、モニターを切り替えて、そう、モニター切り替えるのは俺全部あの後ろでつなぎ替えて、あ、そうなんですか。だからあの俺もうパッチベイ系なものは一切使わないようにしてて、やっぱ劣化が、そう、やっぱりパッチベイ1個入るだけで接点が2つ増えるんで、はいはいはい、なんか線も細いですよねあれ、そう、僕所有したことないですけど、いや、だからあれ自体が俺全部嫌だから。
常に全部直。ブースも全部直。マイクも。あ、中国、これ、ウルさんの MacBook ですか？そう。これまだ青いじゃないですか？そうそうそう。そうそう。なんかこう、生きてると、なんか買うときに何色買おうかなと思うことあるじゃないですか。迷わなくて。それはない。逆に言うと、欲しいもんじゃないのに青かったら買ったりして。青が先を行く。そう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 。自分の一歩先を。そう。なるほど。ちょっと気になったんですけど、これ下のアウトボード。はいはい。あ、僕これ持ってますよ、アメック。はい。もうこれはね。うん、メインでのマイクプリって、いやもうアメック、アメックと76の組み合わせが一番俺の中ではナチュラルで、これでまあいろいろ前持ってたんだけども、はい、これだけあればいいやってなっちゃって、特になんか DI も良かった印象がありますね。うん、まあ、DI もいい、いや使う使う、ちょっとこうソリッドでね、うん、ね、ナチュラル、本当ナチュラル。これもうこれ1176も掛け取りしちゃってるんですよ。そう、これはもう撮る時のレベル調整とか。その一個上が SSL。そう。これも、まあ HA の足りない時チャンネルが。これ4チャンのやつなんだ。うん。アウトボード系やっぱ充実してる。うん、いや、でももうすごいシンプルです。昔は、こうやってやったけど、はいはいはい、まあ俺さっき言ったようにパッチベイ嫌いだから、うん、その都度こう繋ぎ替えて。でももうだんだんとこればっかりになっちゃったら、もうこれでいいかな。なるほどね。さあ、デジタル領域に行くと、うん、メインのMac がこれ Mac mini、 Mac mini してるんですね。前は Mac Pro でこれがもうやっぱ古くなったんで、はい、とりあえず Mac mini にして、まあもうちょっと M1 出たら、 M1 が対応したら、確かにね、今過渡期、うんうん、で、アポロ行って、そう、アポロはあのデモと、デモの時用で、あ、今日はそうか、HDX プロデルですよね。確かにね、なるほど、アポロはもうお出かけ用だね。なんかこう、手元にあるやつがかなり充実してるんですけど。いや、まあ、コントローラーね。左側のこの、これ。トゥーシャっていう。はい。あの、こういう、ファン、ファンってなるやつ。ちょっとできますか、今。これ。これもミディのなんか、あれなんですよね。そうそう、ミディコントローラー。ああ。いい、いい。あ、横もあるんですね。こういうのが、あの、オートメーションとかで入れるのめんどくさいじゃん。はいはいはい。あ、もうこれ楽っていう。いいですね。これ、手持ちのソフト申請生まれ変わりますよね、一個ある。いや、めちゃ、その、小さくて。そう、で、最近のような、結構、こういうのっていちいちこう入れるのめんどくさいじゃん。めちゃくちゃめんどくさいし、やらないですね。めちゃ楽。いいこと知った。はい、その右手にあるやつもあれですよね。そう、これもその、これはローリー、ローリーっていう。ローリーか。なあ。こっちはちょっと打撃系はこっちがいい。はいはいはい、はい。こっちはスライド系。あ、でも難しそう、そっち。そう、これね、弾きづらいのよ。で、あともう、ミディ情報がめっちゃいっぱい入っちゃう。あ、そうなんだ。そう。あんまりだからね、これ、ここを掃除するぐらいしかなくて、ね、埃が溜まってる。貴重面ですね。まあ、だから本当、コントローラーだけはなんか、効率よくするために、いろいろ持ってるっていう感じ、うん。それを実現するのに、この丸ディスクがまたちょうどいい。この両サイドに置ける感じ。ね、こうなっちゃうからね、はい、ここにあるとね。おお、ちょっとまたスピーカーの話になるけど、往年のこのそうそう、これはもう伝説ですよね、このラジカセね。最後にチェックするときはこれでやったりするね、やっぱり。ソニーさん、これもう部品がなくなったのかな。もう作ってないんですよね、これ。ないないない。これどこのスタジオ行ってもこれか、もう一個ちっちゃいやつか、どっちかあるっていう。そうそうモニターにいいんですよね。定番だった、うん、僕も中古ヤフオクかなんかで手に入れたんですけど、うん、あの夜中に勝手に動くんですよね。あ、そう、今もね、これね、そうそうそう、ついたり消えたりする恐怖、うん、ちょっと売っちゃいました、捨てちゃいました